イギリスにおける貴族代表もしくは貴族代表議員はスコットランド貴族及びアイルランド貴族からイギリスの貴族院に参加するために選ばれたものを言う。イングランド貴族、グレートブリテン貴族、連合王国貴族は1999年まで貴族院議員たる資格を全員が持っており代表を選出するようなことはなかった。貴族代表議員制度が導入されたのは 合同法成立後の1707年のことである。イングランド王国とスコットランド王国が統一され、クレートブリテン王国が成立した際、168人のイングランド貴族に対し、154人のスコットランド貴族が存在した。イングランド貴族は、大勢のスコットランド貴族が貴族院になだれ込み、貴族院を支配してしまうことを恐れ、スコットランド貴族の中から、 少数の代表者を選び、選ばれた人物がスコットランドを代表するように、取り決めを行った。1801年1月に、アイルランド王国との合同が行われ、グレートブリテン、及びアイルランド連合王国が成立した時も、同様の取り決めが行われた。スコットランドは、貴族代表議員を16名選出する権利があり、アイルランドは28名選出する権利があった。 スコットランドで選出された貴族代表議員は一会期を務め、議会の解散のたびに新たに選出された。一方、アイルランドの貴族代表議員は終身制だった。1922年12月にアイルランドが自治領のアイルランド自由国として実質的に独立したことにより、アイルランド貴族代表議員の選挙は終焉した。 スコットランド貴族代表議員については1963年に全員が貴族院議員となる資格を得たことで選挙を行う必要はなくなった。1999年貴族院法により貴族代表議員の制度が新しく導入されたことで貴族院に議席を持つ世襲貴族は92名に制限された。スコットランド貴族代表議員の一覧を 参照1707年合同法は1707年1月16日にスコットランド議会で1707年3月19日にイングランド議会で批准された。1707年合同法第22条と第23条に基づき、スコットランド貴族は16人の貴族代表議員を選抜する権利を持っていた。スコットランド貴族代表議員の任期は1回期。 もしくは最大7年だったが、再選は許可されていた。議会が新しく招集されるとき、国王は宣言を出して、スコットランドの貴族をホリールード宮殿に招集して、選挙を行う。選挙が行われる場所は、ホリールード宮殿のグレートギャラリーという、ヤコブ・デウェットによるファーガスモーからチャールズ2世までのスコットランド君主の肖像画が飾られている大部屋であり、 手順としてはまず選挙名簿管理長官が貴族名簿を読み上げ、呼ばれた者はそれぞれ返事をする。続いて、選挙名簿管理長官は再び貴族名簿を読み上げ、呼ばれた者が自分の投票を公表する。その後、当選者の名前はロンドンにある国王書記官のもとに送られる。貴族代表議員に空席が生じた場合も同じ手順で選挙が行われた。 スコットランド貴族代表議員選挙には、ブロック投票制度が使用され、各貴族は埋めるべき席の数だけの投票を行う。しかし、この制度では、貴族の人数が、最も多い政党が、支持度と不相応に多い議席を得て、それ以外の政党は一議席も得られないこともあった。選挙名簿管理長官は、名簿読み上げの他にも票を数える役割を果たしており、 選挙名簿管理長官が発表する当選者リストは、貴族代表議員が議会に登院するのに十分な証拠とされた。しかし、スコットランド貴族代表議員はそれ以外の貴族と違い、議会召集令状を受け取ることはなかった。スコットランドの貴族代表議員は、ホリールード宮殿で選ばれた。スコットランド貴族の貴族院における地位と権利は18世紀中は明確ではなかった。 例えば、スコットランド貴族の第四代ハミルトン公爵ジェームズ・ハミルトンは1711年にグレートブリテン貴族のブランドン公爵に除されたが、彼が貴族院に登院しようとした時は入場を拒否された。スコットランド貴族はグレートブリテン貴族の爵位を保有している場合でも、スコットランド貴族代表議員に選出されていない。限りは登院できないと、貴族院が裁定を下したのである。 このような裁定を下した理由は1707年の合同法で貴族院におけるスコットランド貴族を16人より多くも少なくもないと規定したためとした。しかし、貴族院は1782年にこの決定を覆し、年齢などの条件さえ満たせばスコットランド貴族であるかどうかに関わらず、いかなる人物でも国王によって貴族院を許可されうるとした。 1963年貴族法により、貴族院の議席を持つ権利がすべてのスコットランド貴族に与えられたため、スコットランド貴族代表議員選挙の制度も終わりを告げた。1999年貴族院法により、スコットランド貴族は、グレートブリテンやイングランドの世襲貴族と同じく貴族院において自動的に議席を得る権利を失った。 貴族院法案が議論されている際には、この提案は合同条約に違反するものではないかという質問が上がった。この質問がなされた背景には、下記の論点がある。イングランドとスコットランドの合同以前、スコットランド王国議会は合同に条件をつける権利があり、その時に付けられた条件の一つに、ウェストミンスターの両議会でスコットランドの代表が含まれることへの保障があった。 そのため、スコットランド貴族全員に、貴族院の議席を与えた1963年貴族院法は、合同条約、第22条に違反していないとした。さらに、第22条の要件を無効にする唯一の方法は、イングランドとスコットランドの合同解消であり、貴族院はそれを望んでいないとした。この意見に対し、政府の法律顧問は異なる見解を持っていた。 政府の法律顧問の見解によると、1963年貴族法は合同条約のうち貴族代表議員選挙に関する条項を明確に廃止しており、当時の議会の議論では、この廃止について疑問を持つ者はいなかった。第22条が実際に廃止されていたか、廃止されたとみなされたため、貴族院法案は合同条約のどの条項にも反していないこととなる。また、 政府からは第22条がいわゆる憲法に保護された条項ではないため廃止が可能であるとの主張がなされた。憲法に保護された条項の例としてはイングランドとスコットランドが永遠に合同したスコットランド民事構想院は現在と同じくスコットランド国内で永久に存在するスコットランド国境界の確立が実質的に不可変に保障されたといったものがあるが、 第22条には同条項を基礎的または永久に不可変にする語彙が含まれていなかった。政府はさらに次の点を指摘した。たとえ、スコットランド貴族の選挙が憲法に保護されたとしても、議会は議会主権というドクトリンに基づき条項を改正することができる。例えば、スコットランド国境界の地位は不可変に保障されたものの、議会は1853年。 スコットランド大学法で教授への就任前に信仰を表明するという要件を廃止した。アイルランドに至ってはアイルランドとの合同法でアイルランド国教会が憲法に保護された条項で確立されたにもかかわらずアイルランド国教会は1869年に解体された。また、グレートブリテン王国とアイルランド王国の合同は永久とされたが、 アイルランドの大半の地域は1922年12月のアイルランド自由国成立で合同を解消した。従って議会は合同法の条項の廃止及びその根底にある原則を自由に変更することができる。最終的には貴族院の特権委員会は貴族院法案が成立しても合同法の条項が破られることはないと認定した。法案は国王の採下を受け 世襲貴族は1999年により、自動的に議会の議席を得る権利を失った。アイルランド貴族代表議員の一覧も参照ダブリン、カレッジグリーンにあるアイルランド貴族院議場。1回目のアイルランド貴族代表議員選挙はこの議場で行われた。1800年合同法第4条と第8条では、ウェストミンスターの議会におけるアイルランド代表を規定するとともに、 アイルランド議会に合同までに実施の詳細を定める議案を通過させる義務を課した。アイルランドの貴族は28人の貴族代表議員を世俗貴族として選抜する権利を持っており、アイルランド貴族代表議員は就寝務めるとした。1回目のアイルランド貴族代表議員選挙はダブリンのカレッジグリーンにあるアイルランド貴族院議場で行われたが、政府は 投票がまだ行われていないにもかかわらず当選者のリストをルフしたというアイルランド王書記長が投票の手配を行い各貴族は公開で投票した合同以降空席が生じてから52日経過するまでに郵便投票が行われた空席が生じる理由は主に貴族代表議員の死去だったが第3代アシュタウン男爵フレデリックト・レンチが1915年に 破産により失職するという例がある。また、アイルランド貴族代表議員が連合王国貴族に除される場合は空席が生まれることはない。グレートブリテン大法官が空席を確認する役割だったのに対し、アイルランド大法官はアイルランド王書記長に指示を下して、アイルランド貴族へ投票用紙を送るようにするという役割だった。その後、初期長は記入された。 投票用紙を回収して当選者を確認、発表する。当選者はダブリンガゼットとロンドンガゼットでも発表される。カトリックの貴族は1829年カトリック教と救済法が成立するまで投票も立候補もできなかった。ウェストミンスターの特権委員会から選挙権を承認されるための手続きは貴族として承認されるためのそれより煩雑で費用も高かったが、 1857年に是正された。また、政府は、長年不在地主の当選を防ごうとしていたが、例外として、カーゾン男爵がいる。カーゾン男爵は、当時の自由党政府から、連合王国貴族への助釈を拒否され、選挙権の確認も行わなかったものの、1908年に、貴族代表議員に当選した。合同法に基づき、イングランド国教会と、 アイルランド国教会も合同した。合同以前は、両国教会が、それぞれグレートブルテン貴族院とアイルランド貴族院で、聖職貴族として、議席を有していたが、合同以降ではアイルランドが大主教一人と、教区主教3人の合計4人を選出し、この4人は1回期の間貴族院議員務めた。それ以降は、各主教区の主教が順番で、貴族院議員を務めたが、 この順番ではすでに貴族代表議員を務めているものは除外される。1833年、教会世俗所有物法により多くの主教区が合併され、チュアム大主教区とカシェル大主教区が主教区に降格されると、この順番も合わせて変更された。1869年アイルランド教会法により、アイルランド国教会が1871年に解体されると、 アイルランドの主教が聖職貴族として貴族院議員を務める例はなくなったが、アーマー大主教、ロバート・イームズが1995年に一大貴族に譲されるという例はあった。最後のアイルランド貴族代表議員第4代、キルモリー伯爵、フランシスニーダム1922年12月にアイルランド自由国が成立したことで、アイルランド貴族は 貴族代表議員を選出しなくなったが、すでに選出された貴族代表議員は引き続き貴族院議員を務めた。そして、最後のアイルランド貴族代表議員第4代、キルモリー伯爵フランシスニーダムは1961年に死去した。アイルランド自由国成立以降もアイルランド貴族代表議員が引き続き選出されるかどうかについては、長らく論争が続いており、 アイルランド自由国を成立させた方ではこのことに触れなかったため一部ではこの事実を貴族代表議員を選挙する権利が廃止されていない証拠として挙げている。しかし1922年アイルランド自由国必然的規定法では貴族代表議員選挙に関わるアイルランド大法官の官職を廃止しておりアイルランド王書記長の官職も廃止された。 1922年以降、アイルランド貴族は、貴族院に貴族代表議員を選出する権利の回復を請願したが、貴族院改革合同委員会は1962年に請願を帰却した。スコットランド貴族全員に、貴族院議員の議席を与えた1963年貴族法の法案が審議されていたとき、アイルランド貴族に、 同様の権利を与える改正案が提出されたが、発表対90票で否決された。貴族法は代わりに、アイルランド貴族が庶民院の選挙で出馬、投票する権利を再確認した。1965年、アルスター出身の第8代アントリム伯爵、ランダール・マクドネルや他のアイルランド貴族は、貴族院に請願し、貴族代表議員を選出する権利が正式に、 廃止されたことはなかったと主張したが、貴族院に却下された。常任上訴貴族のリード男爵は、合同法では、貴族代表がアイルランドを代表して、議員を務めると定められている都市、アイルランドの島が、アイルランド自由国と、北、アイルランドに分割されているため、貴族代表が代表している、アイルランドという政治実態はもはや存在しないとした。さらに、 後から制定される法律により、以前の成分法が機能するのに必要な特定の状態の連続性が失われていたら、その成分法は暗黙のうちに廃止されたものとなるとした。一方、もう一人の常任上訴貴族であるウィルバンホース男爵は、合同法のような重要な法律が暗黙のうちに廃止できるという主張に同意しなかった。その代わり、 ウィルバンホース男爵は1922年、アイルランド自由国必然的規定法で、アイルランド大法官とアイルランド王書記長の官職が廃止されたことを挙げ、貴族代表議員選挙の開催を宣言するアイルランド大法官と投票用紙を配送する書記長の官職が廃止されたとあっては、アイルランド貴族が選出される方法はないとした。誓願を行った貴族は来た。 アイルランドが引き続き連合王国の一部として残っていることを指摘しなかった。バーク貴族名官によると、もしこの事実が指摘されていたら、アイルランド大法官とアイルランド王書記長に対応する官職が存在する北アイルランドにおいて、ウィルバーフォース男爵の主張は成立しないことになる。請願を行った貴族の代表弁護士は、自身が裁量と考えている論点を、 特権委員会の委員が支持していたため、それ以外の論点を挙げて、彼らの支持を失うようなことをしたくなかったというのが、北、アイルランドに関する論点を取り上げなかった理由とされた。そして、さらなる請願を防ぐべく、イギリス議会は1971年、成分法廃止法で合同法のアイルランド貴族代表議員選挙に関する条項を廃止した。1707年に、 イングランド王国とスコットランド王国が合同して、以降、スコットランド貴族は、貴族代表議員を務めていないものを、含め庶民員から排除された。一方、アイルランド貴族は同様の制限を受けず、貴族代表議員を務めていない、アイルランド貴族は、貴族特権を放棄することで、アイルランド以外の選挙区の代表として、庶民議員を務めることができた。例えば、カーゾン卿は、 インド副王に任命されて助釈されるにあたって、帰国後に庶民委員議員を務められるようアイルランド貴族の爵位を求めた。1963年貴族法により、スコットランド貴族全員に貴族委員議員となる権利が与えられたが、アイルランド貴族もすべての選挙区の代表として、庶民委員議員を務める権利、庶民委員選挙で投票する権利が与えられ、 貴族特権を放棄するという要件も廃止された。1999年貴族院改革後における世襲貴族在籍議員一覧も参照1999年貴族院法案が審議されていた時も貴族院改革に関する論争は続き貴族院法案は貴族院改革の第一段階とされた。庶民院議長バーナード・ウェザリルが提唱したウェザリル改正案では 貴族院改革の第一段階において一部の世襲貴族が引き続き貴族院議員を務めることを許し、次の段階で一大貴族の制度が吟味される時に一緒に検討できるとした。政府は庶民委員が貴族院法案の通過を遅延させない代償として改正案に同意。 最終的に成立した1999年貴族委員法では92人の世襲貴族が引き続き貴族院議員を務めた。この92人の世襲貴族の内訳は、院内役職にあった15名、党派に応じて安分された75名、式部教1名、軍務博1名だった。このうち、軍務博は1672年により、ノーフォーク公爵が世襲しており、 イギリス議会開会式を執り行うなど、儀礼的な役割を果たしている。ありがとうございます。